サモボルは、クロアチアザグレブ軍の都市で、首都ザグレブの西功にあり、ザグレブ都市圏に含まれる。サモボル丘陵,陵とサバ川定地の間の傾斜地に位置する。人口は2001年現在36,207人で、増加傾向にあり、15,147人は、市中心部に居住する。警察署、郵便局、裁判所なども立地する。 サモボルはベイラ4世の財産公文書によれば1242年より帝国自由都市として存在し多様で深い歴史がある都市である。1809年から1813年までナポレオン統治下のフランス帝国イジュリア州として支配されていた。歴史的にサモボルでは手工業が盛んであった。主要産業の一つとして クリスタルガラスのカッティングが有名で、高品質なクリスタルガラスがヨーロッパ各地や世界中に流通し高額で取引されている。16世紀よりサモボール近隣では、銅や石炭の産出と並びガラスの製造や炭酸カリウムの生成などに従事が行われ、これらガラスや化学製品は重要な原材料製品となっていた。サモボール地域は早い時期から、 リゾート地として開けており、1810年には釣り人やハンター、ハイカーなどのケータリングのための最初のツーリスト施設が存在していた。サモボルは美しい周辺部の中心として、現在でも旅行者をサポートする伝統が続いている。中心部の街並みも美しいが、周辺部の自然の中でハイキングなど楽しむ旅行者が現在も多くいる。百四十六年、作曲家。 フランツ・リストがこの地を訪れている。当時、リストはザグレブで多くのコンサートツアーを行っていた。サモボルを訪れ、彼の友人であるフェルドリバディッチと滞在場所であるリバデッチマンションであっている。20世紀に入りリバディッチマンションの所有権は、ユダヤ人一家のダニチッチの下に移るが、1941年にナチに追われてしまう。その後、新たに、 クロアチア国有になり、一家に所有権は戻っていない。ありがとうございます。